札幌ドームの駐車場初入場だわ。練習場どこら辺なんだろう。ケイゴさんと写真撮りたいな。うん、小幅でかいわ。どういう設計したの。全然変わんねえじゃんこっちと。ちょっと損失仕様かもしれない。あそこの裏にある。本当は宮の沢なんだけど、今日は宮の沢の芝育成の期間だった。お、何あれ半分入ってるってこと。すげえ。これが移動していくんでしょ。すごいよねこれ。今移動中もしかして。移動中だ。すごー。リアタイできた。お前押さねえ。あ、押してんのかと思ってた。ちょっとやってるみたいな。徐々に行くんだ、ああやって。浮いてるんでしょ、なんかちょっと。そう。あさってってどこで、どこで。ガンバ大阪。ガンバ。そう。めちゃくちゃ調子いいからね。多分負ける。まあ、品田行くから、ね。俺行くから。品田行くから。そろそろ炎上する。そう、この前もうボロ負け。もう多分俺の3-0。でも前節は川崎に 2-2 だから、うん、俺行ってないからね。そう、白田が行ってないから 2-2 やった。行かなくても負け。引き分けそう。こうやってやってるやってる。みんなあそこに座りながら見る形ね。観客の方多いわ。うまい。シュウペイ、あれ小前さん、福森、うまい。うおーまい。誰が勝った。罪人って何屋さん。中華、うん、最高だね。ガーリックキムチチャーハン。うわ。あと福盛餃子あるよ。福盛が練習楽しかったね。練習面白かった。初めて。まあ、ちょっと今日紅白戦なかったからあれやったけど。え、ここ本当に公衆トイレじゃないの。やめなさい。ここマジで。俺は札幌では絶対一番にうまいと思って。バーンズです。ということで、おしる。やばいやばいやばい。いただきまーす。いただきまーす。あ、うまいうまい。お、うまい。濃厚。マジうまいわ。なんかしかもこれ柔らかいんだよ、口当たりがめっちゃ。うん、本当だ。軽いね。軽い、そう、うん、軽い軽い、やばい。瞬足みたい、靴で例えると。確かに。うん、コーナーで差つく。コーナーで差つく。バーンズさん、ありがとう。宮の森ですね。パラッパラなんだけど、いやこれね、こう、なんだこれ、チンゲン菜。うん、チンゲン菜がめっちゃ食感でアクセント効いててうまい。やっぱこれコンサファンじゃなくても感動するうまさだよね。めっちゃうまい。いただきます。あ、うまい。ついにあれを使うんだ。お腹すかせてる。お腹すかせる。お腹いっぱいだからちょっとでも。それでは、はい、日本代表選手発表させていただきます。はい、お願いします。お願いします。ゴールキーパー、うん、シュミット・ダニエル。中村康介。おお、西パか。谷垣西パか。谷口翔吾。おお、まあ呼ばれたもんな。かっこいいしな。これ待って、森下亮也。おお、亮也か。呼ばれた。すごい。もう一回呼ばれたね。マイクマ。あ、マイクマだ。呼ばれました。呼ばれた。多分初めてじゃないか。初めて。あのアンダーは呼ばれてたけどね。伊藤純也。純也ね。古橋亮吾。今日はね、なんか見えてきたね、アジアカップメンバーもある程度。メンバーやばいけど、すげえ。すごい。海外ばっかり。よし。チクノリは来ないのかさ。遅すぎ、マジで。ビビる。3日で2時間遅刻してる、合計。やばい。やばい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 。モザイクしかない。暑いからってエアコン入れやがって人の車で。おのう、いや、バリュー事件です。これはバリュー事件です。おのう、理由は言いません。多分もっと怒られる。理由はいりません。いりませんじゃねえ。ちょっと、いや、この場にいないんで。いや、おさらさん、早く行こう。はい、やばい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 。母ちゃんにも怒られた。そんなんで今朝勝てると思ってんのかって言われて出てきました、今日。おはようございます。はい、ということで札幌ドーム着きました。え、ここからのロケーションめっちゃいいな。改めまして、今日はガンバ大阪戦ですね。9月ですか。シーズン前半のガンバ大阪戦はね、2対2の引き分けでしたと。まあ、その時ガンバ絶不調の中の 2-2 の引き分けだから、こっち的にはあんま良くない。良くないですか。そうそうそう。で、今コンサ絶不調かつガンバ大好調
やばい、やばい、終わった、今日で流れ切んないと。そしてなんとしても今日ここにいるのは全敗の男彼はコンサドーレにハマってから一度も試合勝ったことがありません。てかまだワンゴールしか見てない、新野の押し出しゴールしか見てない、テスト戦のワンゴールしか見てません。すいません、今日は勝たせていただきます。いやもう今日勝たないと、もういやもうそろコメントで来るお前来んな、お前のせいで負けたもうそろ俺も考え始める。嘘、来いよ、勝つから、来いよじゃねえよ、 MMA で来いよ誰がわかんねえブレーキングだでもなんか本当にこの初心者として見に行かせていただきましたけど、うん、みんな素晴らしいと思う。俺はもう負けて嫌いとか、なんで負けちゃったんだよって思うけど、みんなはやっぱりこの負けても勝ってもやっぱコンサ好きで、あ、そうやね、もうあれだね、今負けすぎてそうするしかなくなったっあ、そうだね、うん、でもこのコンサを感じられたところがやっぱり、うん、あ、これがサポーターなんだなっていうのを今初めて勉強になった。 This is football よ、だって負けても引き分けても何も感じなくなってきたの最近いいんですか、そう、やばい、やばいフェーズなんだよ、やばいフェーズなんだ、それは。だって負けたら悔しいやん、だからやばいフェーズなんだよ、もう思わない。あ、これ今やばいって、やばいフェーズなの、今それに感動してしまってやばいフェーズなんですよ今日ももらえましたね、前回のトス戦だけかと思ったら今回ももらえたね。何のユニフォームなんですかこれは。これはなんか1年に1回配られるユニフォーム。あ、そうなんですか、ね、何のユニフォームってことはないけど、ツーウェイズ T シャツ、そうそうそう、かわいいカンタロウとか乗ってますけど、あ、本当は北丸とか、そう、これです。あ、すごいですね、後ろはダイヤモンドヘッド、両面どっちもいけるみたいな感じね。で、今日はバチュラー、バチュラーバチュラーの方も、そう、今日はガールズデーって呼ばれてて、女の子のための試合の日です。これは刀だ。これユニバのチケット。うん、本当。ユニバのチケットこれ。今から行けた。無理です。ガンバ戦だから大阪関連ユニバのチケットこれ。ちょっと待って、何それ。ガールズナイト。今日のガールズデーのためのグッズじゃない？これなんかどこでもソールドアウトしちゃって。あ、そうなの。そう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 。もう在庫どこにもなくて。あるかなとかなかった。さっき入ってたのは爪ヤスリ。ミフユ、あ、ミフユ。オーロラ等。ミフユ入ってる。ミフユ入ってたの。そうか、三冬も石屋か。あ、そうだそうだ、そうだ、これ3つ以外にもこれももらえるの、ユニ型コースター。めっちゃいいじゃん、いいこれだ、これだ、めっちゃいい、めっちゃいい、これスターいいね、やばいやばいトム君がやばいやばい、なんかおる。あ、ユニバのチケット落ちてたから、ちょっと誰だ、ユニバのチケットコースターと話題のダメよ、女の子しかダメよなんで俺ら2人並んでんだ、普通にメンズでやられたら怒られるで、なんで2人並んでんの、俺はどーれくん、誰も並んでないから、じゃあ俺が誰も…違う違う違う、温度差、え、どーれくん、温度差、温度差、ないんですか、ないんですか、温度差、だってやる気ないやろ、やる気ないやろ、いや、指が足りないだけ温度差、こんな感じ。あ、俺の方が背高いやろ、ほんとだ、勝った、なんでハートやんないんだよハートやれよ、女性しかやったら、あ、そうなんだ、そうそうそう、ダメだよ結構負けてない、負けてない、イケメン差では負けてない、ボロ負けです、ボロ負けです、何だヘッドしてるかっこいいっす、かっこいい、ベージュが似合ってくるね、本当は西大吾もあったはずなんだけどね、これ移籍しちゃったから、つい先々週、そっか、そう、多分印刷はしてたで、そうそう、してたしてた、だって広告にあったもん、あ、かもしれない、その後画像があったり、すり直しだってバッサリ消されて、うわ、一番大変、イベントスタッフ、そうや、また発注来たぞなんかさ、女性の人バラ持ってない、ね、いや、バラもない、バチュラーな、バラが、バチュラー、俺ら何ももらえないもん当たり前だろ、俺らにバラ渡して何の絵になんねん、もう今日俺のことを攻めた小賀潮がいる、あ、そうそうそう、ようやく小賀潮のプレーを見れるから、小賀潮とちょっと昔確執あったもん、そう、4戦行ってゼロ小賀潮ですゼロ小賀潮、でも怪我潮で、そう、怪我潮は怪我潮してた、アウェイにも優しい我々、まあ、私も大阪府民ですから、確かにここら辺はね、大体知ってるんですけどね、ドギンカセントいかんいいよね、青って、青かっこいいよね、青好きよ、15,000円、15,000円かたまたま、むさし、たまたまよ、むさしやん、マジで、あの、仕組んでるわけじゃないよ、やばいやばいやばい、たまたまよ、ブーイングだよこれは次進め、アワレガシー、アワフューチャー、お、見てください、お、なんか知ってる人が、知ってる人がいる、やば、やっぱズマさんここ任されるよね、やっぱそうだ、元ヤンだから、暴力的なんかこういうね、アワレサポが来たらそうそうそうでもいい人ばっかり、いい人ばっかり、昔はよくね、拳でやり合った、拳でなっちゃうから本当に止めてねって
今日どこチームのユニ来てんのこれ。どうしたの？ユニ。もうサドンデだよ。あ本当だ。ちゃんとセルティック。これセルティック。セルティック。本当だ。え本当。サドン。セルティック。これボルシア、ボルシアミエヘングラートバッハ。セルティック。イタクラコ。イタクラの。イタクラコいるところ。好きすぎて働いて。好きすぎて働いちゃった。もう感染という。コンサート好きすぎて働いちゃった。一回しか見に行ってない。全部負けてる。いやいやいや、どこ座ります？ちょっと前の方がいいよね。そうですね、なんかここの真ん中ぐらいがいいです。めっちゃ見やすい、ここ。そう、俺のいつもの席やな、ここが。じゃあ今日はここからということで。ここからですね。よいしょ。いいっすね。宮沢が見える位置。宮沢の位置。試合開始1時間半前。食べ物買いに行きますか？買いに行こうか。いつもバカの一つ覚えみたいにモンモスバーガーしか食べないから。キムチジンギスカン丼と。キムチジンギスカン丼ばっかり。なんか違うもの食べたいね。そうですね。いい加減にしろって言われるから。いい加減キムチジンギスカン丼卒業しろって。前節負けた食べ物は食べないって縛りで言ってますからね。きつい。え、これ絶対辛い、絶対辛い。絶対辛い。レッド単体焼きそば。食べたい、普通に。あ、これや。買うしかない。買っちゃおう。開ける？センターだ。くもりじゃないの？うん、くもりの太鼓判メニューなのに。なんか誰、なんかランダムらしい。あ、そうなんや。今回はガチャでなぜか瞬間。センター。あ、嬉しい。ありがとう。この雰囲気見ると負ける気しないよね。ね、しない。あ、今日勝つんだなっていう、なんかあれだったよね。先生、いつも言ってますこれ。いつも言って、いつもなんかずっと言ってますね。いつも言って、いつも試合終わったらなんかね。これ何、みんな作ってんの？あ、これ。あ、コンサのあの、あれ巻いてる。すごい。すごい。いいですね。こういうなんかちょっとあの、なんていうの、遊び心がね。遊び心がね。え、あれ約10と、あれなんで第8位の？違う、あんま…試合にねえから。あれなんで第8位の？これでもあんま落ちたんだけど、第8いるんだけどね。今落ちてないんですけど、第8がいます。あんまいないけど、出場停止だから出場停止ですけれども、第8。え、取ってきた方がいいんじゃない？これはなんか、まあ、ガールズデーだからか。出れない分、外で盛り上げるっていう、そういうあれかもしれない。素晴らしいファンスだと俺は思いますよ。これ、ギア。うまそう、ヘオル。行列やったからね。何分並んだか。あ、香ばしいわ。寝坊ブルーあなたよ。今日本当は視聴者さんだと怒ったんですけど、寝坊寝坊代をなぜかお礼にじゃなくて視聴者に入れる。よかったです。あ、なるほど。来ました、キーパー。お、小谷さんと高木さん。始まったぞ。さあ、行くか。さや、初高木。頑張れー、大谷。コンサドーレ、コンサドーレ、俺たちの誇り。黒の勇者、勝利を目指しさあ行こうぜ。宮市口か、日本代表だから。聞いたことあるわ。通称されたよね。あの、ずっとされてた。もう36歳とかだった。あ、そうか。
バリは決めてくるからとダワンとサムジャバリのところをこうどんだけ、札幌の守備陣で守れるかですね。さあ拍手とブーイングが入り混ざる感じになってますけれども、アワフューチャー、あれーポルトサッポロポルトサッポロポルトサッポロ、おー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 、うわーうわい、危ない、ナイスアラの、危ない、ナイスアラのパパ、いけいけ、オッケー、いけ、マッシャーマッシャー、いけマッシャー、いけマッシャー、いけ、オフサイかい、しかも綺麗だ、遅いわ、ジェパリに全然ボールが、そうジェパリが全然やれてなくて、うん、この行ってほしいけど怖いね、注意ね、うん、怖いね、後半体力落ちるから、いつも後半で2点入れられるから、やめてやめてマジやめて、おおめっちゃ飛ぶよめちゃくちゃ飛んだ、めちゃめちゃ飛ぶよ、こんなとこより飛ぶよ、人殺す勢いで来るよ、おさぽろ
浅野10点目だ10点目だ本当だ本当や来たアワレガシー、アワフューチャー。あー勝ったー初めての勝利。いやーよかった。勝った。すごい。いやー嬉しい。We are Sapporo。東口はうまかった東口だったもっと楽しかったよ立ち奥くんチェック日本のスパチョーク選手です2点目小橋川選手2点になってくれました。楽しみ続けてくださいベルトピーパルタンカーラクラクラとドキドラとサーブルに対応練習の時からやってたからそう決めれてよかった。なんで俺が通訳してんだ。さすがや。ですよね。ですよね。これで違う人だったね。おめでとうございます。お食事券。
素晴らしい。着替え終わってるわ。どうでしょう、ありがとう。そして、キムハーすごかった。もう全員良かった。良かった。本当に。勝った時ある。全員いい。プレスがすごい前線から。ね。ガシワがやっぱ頑張ったから得点も生まれたわけだし。あとなんか結構スルー多かったね。スルーして。ああ、多かったね。まさかの4-0。久しぶりに0って数字見たわ。失点。ここにもさ、浅野からのさ、センタリング上がった時、前線に1人しかいなかったらよく決めたよね。ポンってだってちょうどいいとこに来たんだもん、ここに。あ、来た。いい試合だった。雨が降ってる。もう何でもいいよ、来いよ。何でもいいよ、来いよ。来いよ。来いよ。わあ、結構降ってる。初めて勝利をした。これやめられないな。4戦1勝3敗。3敗です。よかったね。1勝が見えたからね。この1勝はやめられない。この1勝はでかいよ、マジ。同時レベルも。しかも4点入ったから。やばい。全部1点ずつ振り上げてきた。